こんにちは、ゆうぽんです。ようこそ旅館へ。はい、今日はですね、怪奇なレンズ、旅館警備の報酬というね、フリーホラーゲームを今回プレイしていこうと思います。夏なんでね。怪奇なレンズってことは何だろう、カメラを撮るって感じなのかな。レンズだからね。早速ね、ちょっとやっていきたいと思います。新しいメッセージがあります。いいです。じゃあニューゲーム、えい、怖い。注意、このゲームにはホラー要素、サスペンス要素が含まれています。ホラー表現が苦手な方や心臓が弱い方のプレイはお控えください。大丈夫ですか、皆さん。大丈夫だよね。今日の派遣先は旅館か。警備の仕事といっても各部屋を見回るだけか。その各部屋をさ、見回るだけが大変なんだよね。あの、この前チラズアートさんのさ、夜間警備やったんだけど、やっぱ怖かったもんね。見回るだけだったんだけど。部屋は全部の15部屋。見て回った証拠の写真を撮るようにと言われた。うわー、なんか厳しいな。なんかミスで撮り忘れたとこあったらどうすんだろうね。撮ったはずなんですけど、みたいな。それがあれなのかな、今回のあれなのかな、撮ったはずなんですけどなくなったみたいな。怖っ。え、雰囲気くやばくない。じゃあ部屋に入る。うわっ、あ、もうやだ、もうびっくりした。効果音あるんだ。あ、見て見て見て、撮影ってある。結構綺麗な部屋だね。うわ、いいなー。ね、この前さ、メインチャンネルの方でさ、旅館のミニチュア紹介したんだけど、なんかちょっと見たばっかりのような気がするね、この椅子と机が。はい、じゃあ撮影するよ。お、撮れた。撮れたけど、まあ、普通だよね。なんか映るってこと、やっぱり。やっぱ怪奇って書いてあったからさ、やっぱなんか映るんじゃないかな。じゃあ廊下を出ます。もういいって！え、絶対廊下さ、やばいよね。廊下でも写真撮んないのか。15部屋だから、部屋ではないから撮らないのか。じゃあ部屋に入る。お、次の部屋ですね。なにこれ？え、なにこれ？え、なにこれ？え、座布団なんか、なにこれ？なんか座布団なんかクッションなんかよくわかんないけど、なんかおかしくね？椅子ちっちゃ。こんなちっちゃいっけ？そう、ここら辺の景色がね、綺麗なんですよね。田舎であるほど綺麗なんですよね。じゃあ撮影しましょう。シャッターが降りない。え、どうすんの、怒られんじゃん。じゃどうすんの、シャッターが降りないって。怒られちゃう。だってちゃんと15個写真を撮るようにって言われてんのにシャッターが降りないって。あ、もう一回か。え、怖っ。え、なんかあるよね絶対。特に変わってるものもないね。ないね、ないね、ないね。この、これは、あ、これうちのパソコンのゴミだ。うん、特に変わったところはないね。座布団変だしね。じゃあ廊下に出ます。じゃあ次、3部屋目。お、綺麗な部屋。なんだろうここの空間。なんか秘密空間でいいね。こういうとこあんま見たことないかも。普通にこの机で、こっちに机でみたいな。こっち何、ベッドって感じかな。じゃあ撮影しますね。あー、なんてことなく普通だわ、やっぱり。うん、今んところ普通だよ。だいたい4からおかしくなってくんだよね。はいはい、じゃあ廊下に出て部屋に入ります。えこれ来るね、これ来るね。なんでさ、さっきまでさ、部屋明るかったのって話だよ。なんでここだけ暗いの。完全いるよねこれ。え、撮影するよ。え、怖い。誰？男の子？え、誰？お前誰？てか全然部屋違うんだけど。部屋が全く違う。え、部屋が全く違うけどさ、これなんだろう、写真撮ってるあなたは何も思わないの？これを見て。あ、そのまま廊下出ちゃった。写真は撮ってるけど、写真は見てないってことなのかな？撮るだけ撮って終わってるって感じ？じゃあ、あれか、帰って後から見てなんかいるみたいな。これ何？これはただなんか物か、普通に。これなんだろう、石とかなんかいろいろ置いてあるけど、綺麗だな。部屋によってやっぱ金額違うんだろうね、こういうとこって。うわ、絶対いる。やっぱ見てるよねお前。別の部屋の写真が撮れた。え、見てるってことだよね。なんでさっきに違和感感じなかったの。別の部屋が撮れたよりもさ、人が写ってることの方がもっとやばいと思うんだけど。なんだこいつ、人が映ってる方が気にならない？いや、別の部屋も気になるけどさ。
え、どういうこと、どういうこと。なんか連れてこられてるってことなのかな。じゃあ6部屋目。うえっ、ああやばい、どうしよう、もう効果音にやられるんだけど。え、急に明るくなったね。じゃあ撮影しますね。シャッターが降りない。写真を撮らないでってことじゃない、もしかして。あ、でも特に何かが映ってるわけでもないんだね。うん、特に何も変わってる部分はない、ないわ。そろそろなんかまた来そうだな。ちょっとこれどんどん近づいてってる。はい、ってことで7部屋目。ここの部屋超綺麗じゃない。うわー、でもなんか雰囲気がちょっと怪しい雰囲気よな。あ、特になんもないわ。ない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 、なんでだ。これ出てくるものと出てこないもの何が違うんだろう。8部屋目。なんか寂しい部屋だね。なんつーか椅子ないし、布団こっちじゃん。なんでこれ椅子ないの。雑くない、この部屋だけ。絶対いますね、これ。自己部屋ですね、ここ。鳥を。って入ったれ、鳥が当たった。いらっしゃいませ、みたいな。ここなんかすっごいボロくない、お茶をお入れします、みたいなね。それか。呪われた旅館ってことなのかな、要するに。じゃあ、9部屋目。お、綺麗だ。ここなんだろう、なんか旅館の部屋っていうよりかは、どちらかっていうと朝食昼食とかを食べるような場所にも見えるけどね。じゃあ写真撮っていきますね。パシャリと。お、なんもないね。うん、なんもないわ、まあ、雰囲気的にも出なそうだったからな。じゃあ10部屋目。出そう、うん、出そう。あ、雰囲気がやっぱりね悪いもんね、これ出るね。いきます。へい、あー、もういるね。え、なんかおかしくない、なんで顔ないのあんた。真っ黒クラスケ、黒い全身タイツを履いて取りに来たんかっていうぐらいなんだけど、顔の向きがなんか逆なのか、それとも顔はもう描かないシステムなのか、それとも画面を明るくしたら顔が出てくるのかってやつだよね。うん、映り込んできましたね、出しゃばりですね。じゃあ続いて11部屋目。あー、もうやばい、うん、もうやばい。不穏な空気がやばい。うわ、いるよ、これ絶対。また別の部屋取れた。これさ、なんだろう。結局、旅館ができる前にあった建物の写真なのかもしんないね。なんかもともと本当にこういう和室みたいな部屋だったんじゃない、なんだけど改造してこういう綺麗な旅館になったんだけど、もともと実は呪われてたね、建物だったっていう可能性もあるしね。じゃなかったらこんな写真撮れないでしょ。なんか最後に説明してくれるのかな。じゃあ12部屋目ね。おー、赤い座布団がやっぱり怖い。また別の部屋撮れたね。え、別の部屋の写真が撮れた。家だったのか、もともと相当綺麗な家だったのかな昔。続いて13部屋。いや、どんどん終わりに近づいてきたね。あと2個。え、なにこれ、怖くない、なんかここ。なんだろうな、この空間、バカ怖いんだけど。いますね。ここら辺に人立ってるかもしんないね。行くよ。え、怖い、シャッターが降りない。でも大体シャッター降りないっていう時って何もいないからね。あ、何もいないわ。そう、シャッター降りない時って大体何もないんですよ。うん、経験上。今までね、13部屋やってきましたけど。じゃあ14。あと2個で最後だ。おー、なんだ、大家族。大家族が宿泊する場所？なんか畳はちょっと変じゃない？ここ。穴開いてない？大丈夫？絶対いるよね。うん、私はわかる。絶対いる。えい！え、怖い。え、誰？え、誰？コマネチしてない？コマネチしてるよね。え、怖いんだけど、なんかあんま見たくないね、これね。怖いね。見たら呪われちゃうかな。コマネチしてるけど。次。14、15、次最後だ。あ、もうやだ怖い。あ、もうやだ怖い。あ、もうやだ怖い。綺麗だね。でも絶対最後になんか出んのよ。わかってる。最後なんだから。心の準備できてます？最後だよ。最後の部屋って絶対なんかいいんだよ。行くよ。はい。
悲しんでるね。うん、え、何これ、え、誰、え、何これ、え、何これ、人形なの、人間なの、え、何これ、鳥肌立ったんだけど、なんか知らないけど怖っ。エアコンなんてなかったぞこの部屋。おい、エアコンなんてなかったか、どこにあんのこれ。この今の部屋よりもさ、こっちの部屋の方が快適そうなんだけど。で、廊下に出るよ。え、今のが最後の部屋だ。気分が悪くなってきた。早く帰ろう。玄関へと引き返す。え、もうやだ、え、飛び出てくる、飛び出てくるよね。どうする、みんな怖い。え、なに、長押し、これもしかして違う、あ、長押しできないな。え、え、なに、次の処理を続けますか。え、なに、怖い、誰だよこの名前、誰、めぐみ、お前めぐみって名前いるぞこれ、佐川めぐみ、え、誰これ。ゲーム内だよね、ちょっと待って、ゲーム内だよね、走ってる。玄関の外へ出た俺は急いで旅館から離れると、携帯電話で仮説、携帯電話ですぐに警備会社へ連絡を入れた。え、何かあったの、やっぱり。もしもし、旅館の見回りが終わりました、すぐに写真を持って戻ります。警備会社、お疲れ様です。ん、黒岩さん、今夜は当番。俺です、あの旅館の写真撮ってこいって言われましたよね。どういうこと？ああ、ごめんなさい。どちらさん？黒岩さんじゃないよね。電話番号違うし。え、なに？え、写真撮ってた人って黒岩さんなの？もういいです。短気だな、お前。もういいですって。短気すぎるだろ。切れちゃった。ああ、そうか。わかった。え、怖い。俺は何度も何度もこのゲームに戻ってきてしまうのか。この写真を撮るために何度も何度も。え、ってことは何？写真撮って欲しかったってこと？純粋に？え、誰だよお前！あ、これが何？自分？お前が一番怖いぞ顔！おい！お前が一番怖いぞこの中で！あ、これらは18年前に英検江川市神宮町で起きた女性7人が殺害された事件の事件現場である廃墟旅館で2020年に撮影された写真です。犯人はまだ捕まっていません。あー、じゃあ全員女性なんだこれ。発見された被害者全員の顔がハンマーで砕かれていました。コンビニで一人買い物をしている女性客に言葉を巧みに車へと乗せ、重機で殴って気絶させた後、廃墟の旅館で顔面を砕くというおぞましい犯行でした。怖っ。顔を執拗に攻撃していることから知り合いによる犯行の線で捜査されましたが、第一容疑者だった人物が何らかの理由で逮捕に至らず、事件は迷宮入りになってしまいました。やば、捕まってないんだ。何らかの理由でって何だろう。事件から18年後の2020年、某オカルトチャンネルの YouTuber がこの旅館のことを知り、現地で撮影を行いました。そこに写っていたものが今見ている写真です。この YouTuber が偶然知り合いの飲み仲間だったので、私に話が回ってきました。この写真でホラーゲームを作ってほしいと。この写真でと。で、できたのがこれってこと？お前呪われるじゃん。じゃあうち大丈夫か？私には霊感がないので、この写真に何が写ってるか分かりませんが、霊感の強い方は幽霊が見えるとのことです。何も写っていない写真をホラーゲームで使用したところで怖いかどうかは分かりませんが、逆に不気味でいいかもしれないと思って制作に当たりました。え、見えてる見えてる見えてる。みんな遊んでくれてどうもありがとうございました。物語は全てフィクションです。実在の人物、団体、事件などには一切関係がありません。いや、面白かった。超面白かったよ、これ。怪奇なレンズ、旅館警備の報酬終わりました。
いや面白かったな。短かったけど短いなりにすっごい面白かった。いや怖かった。だお前うっすら、え何、え何、うっすら来ないで。いやお前が一番怖いわ。